こんにちは、クザナーです。はい、今日ご紹介するのはブラッククラフトのハンドバッグです。黒いハーネス風のデザインがとっても可愛くて、真ん中だけペンタグラムになってます。ファスナーの部分もコウモリの羽のデザインでとっても可愛いです。ストラップ部分は5段階で長さ調節ができます。長財布は入らないですけど、折りたたみの財布ならよいしょ入りますね。でまだ街も意外とあるので、荷物が少ない人ならこれぐらいで十分だと思います。実際に使うとこれぐらいの大きさです。一応ショルダーにもできる長さにはなっております。コーディネートのアクセントになると思うので、とってもおすすめです。はい、ということで今日ご紹介したのはブラッククラフトのハンドバッグでした。気になった方は店頭ウェブにご用意ございますので、チェックしてみてください。